レースとは人と車が織りなす壮大なコンチェルトだ。重厚なエキゾーストノート、聞き手は全身全霊をかけてこれに取り組む。妥協は許されない。コンマ1秒速く走るために全てが 100% 以上に仕上がっていなければならない。速いから美しい、己の全てをかけるから美しい、人間が操るから面白い、それが自動車レース。日本タバコ、ブリヂストンと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。勇気は妥協しない、だから熱い。キャビンスピリット、キャビンにハードボックス新登場。これは人とマシンのトライアスロンか。一日をかけて熱いドラマが書き上がる。喜怒哀楽、モータースポーツ、ポテンザ、ブリッジストーン。サーキットの朝、タイヤの焦げる匂いもなければ、厳しい表情のピットクルーもいない。ここ 2,3 日の道のくは明け方に雨、後に夏の太陽と目まぐるしい天気。仙台郊外、緑濃い丘に広がるスポーツランド菅生、国際革新。皆さんこんにちは、大石洋郎です。この暑い夏休み、いかがお過ごしでしょうか。それぞれ、スポーツに楽しんでいる方もたくさんおられるかと思いますけども、私たちは今日ここは仙台にあります菅生の、サーキットに来ておりまして、ここからですね、国内の最高峰であります F3000 レースをお伝えしようというわけでございます。各ピットに入っていきまして、いろんなドライバーの声などを取材していきたいと思います。それから実況の方は、こちら東出さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。どんなところをまあ中心として、実況していっていただけますか。これまで5戦行われているんですがね、はい、そのうち3戦は星野選手が勝ってるんですね。しかし若手のね、実力ナンバーワンと言われております、はい、鈴木亜久里選手、はい、今度はねニューエンジンで来てますんで、はい、その辺の競り合いを見てみたいと思いますね。そうですね、はい、さて我々どうやって見たらいいかという見どころを一つ、見どころというかですね、今天候がすごい不順なんですね。そうですね、まあモーニングプラクティス走ってても、はい、まあインターミディエート中間のタイヤ使ってるんですけど、このタイヤ選定が、はい、そのレースの駆け引きに大きな影響を与えると思います。そうですね、はい。雨は上がりかけていたが、コース上はウェット。朝のフリー走行は舞い上がるウォータースクリーンの中であった。540キロの軽い車体に450馬力のハイパワー、一瞬のミスがスピンを招く。しかし決勝用に調整されたマシンのフィーリングをつかむため、男たちは果敢に。
ではこちらがどういったコースレイアウトになっているのか、僕自身がハンドルを握って皆さんにご案内したいと思います。では早速行ってみたいと思います。さて入ってきましたのが1コーナーです。 30R スタートから約200メーターほどでしょうか。本当はもっと左から右に入ってきます。このインの奪い合いで早めにインに入った、選手が有利だと思われます。すぐまた、カーブ40R ですか、カーブがあります。そしてここが左50になります。この 50R のカーブを抜けると S 字、ヘアピンに入ります。ヘアピンのインから上り気味になります。ずっと上ってですね、ヘアピンを抜けるとすぐここで S 字になります。この S 字を抜けるこの辺も結構ゲームとしてはレース展開は面白くなりそうなところではないかと思いますね。ちょっと下ったところで 110R の最終コーナー、これはコーナー途中から右へ切って途中からもう上りに入ります。ぐんぐん踏んで踏んで踏み込んでこの辺は飛んでくるんじゃないかという直線です。これを抜けるとグランドスタンド前へと入ってくるんです。コースの長さは 3.7 キロ標高差は約70メートル。ドライバーたちはどう攻めるか。僕自身の好みを言わせてもらうと好みじゃないね。好みじゃないと言いますとどうしてですか。あのコーナーがね、コーナーとコーナーとこう複合でこ うまくつながらないんですよね。90度くらいのね直角に曲がってまたちょっとストレート90ってすごくあの入り口は入りやすいんだけど出口が狭くてね、コース幅もちょっと狭いんですけど、それとストレートでちょっとあの一服する時間が少ないっていうのととにかくちょこ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 忙しいんですよ、一番理想はね、ポールポジションでスタートで逃げたいっていうのが一番今頭の中でね、描いてるんですけどね。やはり最終コーナーがね、踏んでこれるか来れないかで、その上りですからね、きつい、だからあそこでの車速っていうかね、一番効くと思うんですよね。だから最終コーナーの、まあ、車が仕上がってアクセル踏めてる人が、まあ、今日でも一番速いと思うんですよね。あとのコーナーはね、2速3速のコーナーが多いんで、ほとんどその辺のタイム差はないと思うんです。明日の予選でどのくらいのタイムが出るかっていうところ大変興味あるんですけど、どうでしょうね。そのタイム自体は分かりませんけど、何秒になるかは分かんないけど、そんなに、まあ2番手になるか、まあ、1番になるか2番になるか3番になるか分かんないですけど、大きく置いていかれることはないと思うで、いいポジションからスタートして、いいレースは間違いなくできると思います。I must win this race to beat Toshino in the championship. But the thing is, I like this circuit very much. I like twisty circuit. It's more like European circuit. So I think I have a very good chance this circuit. さて各マシンにエンジンがかかりまして、ポールポジションを取るための公式予選が始まりました。30分ずつ2回に分けて行われます公式予選です。熊谷さん、明日の決勝を前にしてこうして早くも戦いが始まるわけですね。はい、もうこれはあのこのコース、スゴーのコース、特に今鈴鹿、富士などに比べると、テクニカルなコースで行きにくいわけですね。そうなった場合、予選で、とにかく上位につけて決勝レースを優位にしようという、まあ、作戦ほとんどみんな持ってるわけです、はい、こうしてコントロールタワーあるいはピットで計測してるわけですね、もう100分の1秒などですからね、はい、そうしますと選手としてはそういった駆け引きが一つのやっぱりポイントになってきますね。そうですね、はい、これも今一周してきて戻ってきた松本選手です、はい、コースを見てきてこれから待機するわけです。松本圭司選手に関してはマシンの方のトラブルはなさそうです。今タイヤの方の締め直しを行いましたが、こちらがレイトンカラーのですね、星野和義選手が今ピットに戻ってまいりました。今日はあの路面温度が40度近く上がってますので、ね、はい、タイヤにこう水をかけて冷やしているわけです。今監督と話をしているということは、おそらくこれは作戦的にいろいろなことをミーティングしているのではないかなと思います。
こうして見てますとピットクルーメカニックも総力を上げていかに速いタイムを出すかも必死ですね、まあ、駆け引きですね、まあ、各選手のそのマシンのタイムを見ながらどこで飛び出すか、まあ、路面のコンディションにもよりましょうしそういうのは非常に難しいようですね、はい、まあ、一番問題になるのはコースの混み具合いいんですか、19台走ってますんでね、はい、タイヤ温めるためにゆっくり走ってる車もいるわけですから、はい、その間隙を縫って、スパートするという、その辺のコース状況も見なくてはいけないというそれも作戦のうちの一つです。なるほどね。さあカーナンバー9のジェフリースがコースに出ていきました。このジェフリースですが今回はホンダの改良エンジン新しいエンジンですね、はい、ニュースペックですね、はい。まあ、どこが違うかと言いますと、まあ、内容についてはトップシークレットなんですけども、外観を見た限りではですね、はい、今までのエンジンの前高がですね、7ミリほど高いんですね、まあ、それで考えられるということはストロークアップですね。ストロークアップと言いますか、ボアストローク、エンジンのストロークをちょっと上げてですね、ボアを縮めてるんじゃないかという新しいトライがなされてるような感じもします。そうですか。続いてはキャビンレーシングの松本圭司、そしてこちらが星野和義です。この松本選手、こちらは DFB ですね、はい、星野選手です、はい、これまでのところジェフリースが1分13秒90、そして松本が1分15秒、15秒46というタイムを出しています。ボールポジションを何とか取りたいと話していた星野選手ですね、ここ難しいんですね。前に遅い車いますでしょ、はい、あれがまあ直線でうまく抜ければいいんですけどコーナーで引っかかったりすると、タイムロスにつながるということで、そして最終コーナーを立ち上がってグランドスタンド前です。あそこがポイントですね、あそこ高速コーナーなんですけども、はい、あそこのセッティングをうまくするとこう直線長いですからね、直線スピードを乗せるためにもあの最終コーナーうまく回りたい、はい、しかもあそこはかなりのこう上り勾配上りですね、あそこはきついですね、はい、そして鈴木アグリです。このアグリ選手が新しいエンジンコスワースヤマハです、注目されますね、まあ、このエンジンなんですけども、腰下というかエンジンブロック自体は DFV を使ってるんですけども、はい、それから上ヘッドなんですけどね、吸気3バルブ、排気が2バルブ、合計5バルブのエンジンを使ってるわけです、まあ、DFV に比べれば 5% 以上のパワーアップしてるわけですから、はい、相当戦闘能力は上がってるはずです。そうしますとこれまでの5戦に比べて今回はかなり強力なエンジンです。そうですね、はい、さあ鈴木アグリですが1分14秒43と星野和義を100分の1秒上回りましたね、すごいタイムですね、はい、こちらがボールポジションを取りましたジェフリース、そして星野和義です。ちょっと不満げですね、思うように走れませんでしたか。なんかちょっと失敗したんだけど3番手になっちゃったみたいね。そうみたいです、ちょっとスタートが前で出たかったんだけどね、プロでも失敗はあるんです、松本圭司は、6位と不本意ですね、ちょっと不本意な感じですね。本当はね、毛布でもかぶってねベッドの中でうずくまって涙でもこぼしてるのがねそういう心境なんですからね。
妥協しない、だから熱い。キャビンスピリット、キャビンにハードボックス新登場。いよいよ決勝レースが始まりますが、昨日の公式予選ポールポジションを取ったのはジェフリース、1分13秒90。第2位に鈴木アグリ、3位星野和義、4位鈴木敏夫、5位ロスチーバー、6位松本啓司と続いています。東北で初めて行われます F3000 レース大会シリーズ第6戦です。これからいよいよ F3000 の決勝大会というわけで、グランドスタンドにはたくさんのお客さん、そしてまたこちらにはグリッドにすっかりと並び込みました。さて、ポールポジション取ってるのが相変わらずのジェフリース選手なんですけども、どうもなんかマシーンの辺がちょっとおかしいようでして、かなりですね、森脇監督がはじめナーバスになっております。監督、どういう状態なんですか今？ちょっとよくわからないんだけど、ミスファイアが、昨日からのミスファイアが止まらないの。ああ、昨日の練習の時からのミスファイアが、うん、ちょっと苦しいですね。そうですね。ご覧のようにポールポジションはジェフリース、そして第2位に星野和義が上がっています。熊谷さん、鈴木アグリ選手が落ちてますね。はい、これ予選終了後にですね、はい、音量規制のチェックをしたんですね。はい、排気音を測ったわけなんですけど、音量を測ったら110デシベル、規定の110デシベルを超えてるということで、1秒のペナルティが課せられたわけです。カートやってたんですけど、はい、もう自分は絶対に自動車レーサーになる、んだって決めてましたから。頃からもうカートやり始めた頃から12歳から、何がきっかけですか？何がきっかけって、もうやっぱ自動車レース見に行ったり、まあ、カートレースやってたりして、もうやっぱりカートレースやってるってことは、うん、まあ、憧れは自動車のレーサーですからね、うん、だからもう絶対に俺もフォーミュラのレーサーになるんだって決めてました。あ、でも慣れて嬉しいです。ドライバーとしてはね、うん、そのまあF1 やりたいっていうのは誰でも同じだと思うんですけど、でもやっぱりその目の前のレースもきちっとできないのにね、F1 とかそのまあインディーでも何でもいいや、それはないなと思って、だからとりあえず目標とか夢っていうのはもうとりあえず1個前、もうすごく近いところで固めていきたいな。各マシーンがフォーメーションラップに入っています。ポールポジションを取りましたジェフリース、その後ろ星野和義、鈴木敏夫、ロスチーバー、鈴木アグリ、松本啓司と続いています。各マシーンが隊列を整えながらフォーメーションラップを行いまして、再びスターティンググリッドにつきます。最後尾のマシーンがスターティンググリッドについたところで、コントロールラインのシグナルが赤から青に変わって正式のスタートということになります。大観衆が見つめます。都合スポーツランド、まもなくスタート。スタートしました。星野和義、そしてロスチーバーがいいスタート。ジェフリースはちょっと遅れました。激しい先頭争いです。各マシンが第1コーナーに向かいます。先頭は星野和義、ロスチーバー、ジェフリース、こういった順序で第1コーナーをカーブしていきました。熊谷さん、まず星野和義が快調に飛ばしていきますね。いいスタート切りましたね。はい、あと2番手に上がったチーバー選手も好スタートです。はい、ジェフリースがちょっと遅れましたね。はい、4番手につけているのは鈴木敏夫選手、5番手が関谷選手、はい、その後に長谷見選手ですか、はい、つけてますね。はい、こういった順序でヘアピンコーナーを回りまして、まもなくバックストレートに向かっていきます。1周 3.7 キロのスポーツランド都合のサーキット F3000 シリーズ第6戦です。星野和義が快調に飛ばしていきます。その後ろ黄色いマシン、ロスチーバー、そしてジェフリースと続いています。こうしたスタートを、星野、快調なスタートを切ったんですが、この後レースの展開としてはどういう感じになりそうですか？チーバー選手が2番手についたということでですね、はい、これは、まあ、好スタートを切ったおかげなんですけども、はい、彼がどこまで追い上げるか、はい、逆にポールのですね、リース選手がこのチーバー選手をどこで抜くかですね、はい、抑え切るか抜くか、その辺ちょっと興味深いところです。はい、コントロールラインを通過して星野和義2周目に入りました。そして第2位ロスチーバー、第3位ジェフリースと順位が変わっています。4番手にいた鈴木敏夫選手なんですけども、最終コーナーでスピンしたようですね。ああ、そうですか。関谷選手が上がってます。はい、その後に鈴木アグリ選手ですね。早くも鈴木敏夫選手スピンをしてしまいました。関谷正則、鈴木アグリが順位を上げています。先頭を走ります星野和義、その後ろわずかに遅れましてロスチーバー黄色いマシン、そして第3位がジェフリースです。星野和義選手ですが、予選では今一つという感じだったんですが、しかしこうしてやはり本番のレースになると強いですね。強いですね。
リース選手のエンジンが調子悪いというのが、まあ、スタート直前に分かったんですけども、それがどこまで克服できるか、というところが一つのポイントです。どんどん攻めてますね、チーバー選手。そうですね。さあここでどうでしょうか。ちょっと難しいですね。はい、こちらが4位争いです。まあ、先を行くのが関谷選手ですね、はい、そしてアグリ選手、こちらが6番手ですか、はい、蓮見選手、そしてこれは高橋邦光選手です、はい、そしてキャビンレーシングの松本啓司第8位につけています。激しいレースが続いています。しかし快調に飛ばしている星野和義です。それではここで F3000 マシンについてちょっと聞いてみましょう。このウイングっていうのは、はい、あの飛行機の、はい、よくご存知ですよね、はい、それを、ね、裏返しにつけてるわけです。というのはどういうことかというと、はい、飛行機というのは飛び上がりますよね、はい、上がるようになってその力を逆に裏返しにつけて地面に押し付ける力にするわけです。これはヘルメットを後でご覧になったら分かるんですけども、はい、ヘルメットに入ってるわけです、はい、でこの先は圧縮、はい、空気のボンベにつながってて、はい、万が一クラッシュして火が出た時に、はい、空気が出てくるわけです。ドライバーの口元に。ああなるほど。それで少しでもその炎による酸欠からドライバーを守ろうと。この部分がいわゆるリミッターという、要するにその回転数を制御するという、そうです、そういった仕事をしているようですけども、はい、これは、何回転に抑える道具なんでしょうか。9000回転です。9000回転で抑えて、はい、できるだけその車の性能差、エンジンの性能差をなくそうっていうのが趣旨ですよね、はい、さてズバリこれはですね、はい、おいくらなんですか。シャーシだけで1700-800万、はい、新品のエンジンが今800万ぐらいでしょう、はい、ということは2500万、はい、まあタイヤなんかは値段つけられないですよね。去年までの F2 に変わりまして、今年から新しく設けられました F3000 レース。小前さん、 3000cc でノンターボですか、はい、そして先ほどありましたように9000回転まで抑えるレブリミッターがついているわけですね、はい、さあ早くもピットインのマシンがありますね。序盤からちょっと痛いですね、はい、アチソン選手ですね。ケネス・アチソン、はい、カーナンバー27、17位を走っていました。ちょっとエンジンの音がばらついてたんですけれども、あ、プラグを交換してんでしょうか。あ、なるほどね、はい、はい、そしてカーナンバー6、舘義弘、スピンしたようですね。あ、タイヤの交換ですね、レーシングタイヤ、まあ、スピンしますとね、フラットスポットなんですよ、はい、こういう、まあ、高速で走る車なんでちょっとフラットスポットできただけでも振動が出たり、まあ、いろんなトラブル出ますんでね、はい、それでのタイヤ交換というわけです、はい、トップを快調に走ります星野和義、2位との差を着々と広げてますね、だいぶ離してますね、はい、1周1秒近く離してるんじゃないですか、はい、もう相当2番手以下に差をつけているようです、はい、この大会でこのシリーズ6戦にして4勝目を狙います星野和義です。ニューホンダの新しいエンジンですが、なかなか快調のようですね。快調ですね。東北で初めて行われます F3000 レース大会、4万人に近い大観衆がスタンドを埋めています。そして2位争い、ロスチーバージェフリースです。ジェフリース選手ちょっと遅れてきました、はい、まあ、やはりエンジンの本調子でないというのはちょっと痛いですね、はい、とにかくあのスタート前にエンジンがね、はい、まあ、あの症状は予選から出てたんですけどね、はい、電気系じゃないかということでいろいろ配線すべて新品というか新しいものに変えてはみたんですけども、はい、治りきっていなかったという状況が続いているわけです、はい、そうしますとジェフリース選手がもう自らのテクニックでですね、それをどこまでこう乗り切るかですね、星野和義が快調に飛ばしています。もう10秒近い差になろうとしてますね。ちょっと苦しいですね、はい、そしてジェフリースの前にロスチーバーが入ってます、はい、あの辺はどうなんですか。あの鈴木アグリ選手と同じヤマハの OX77 使ってますんでね、はい、で今回は、日本での F3000 レース2戦目なんですけども、相当いいタイムになってます、はい、ピットからもサインが出てますね、はい、ラップタイムが16秒6ですね。あれは今出てたのはキャビンレーシング松本選手のタイムですか、はい、そして4位争い、関谷正則、すごいですね。どうでしょうか、第1コーナー、あー抑え切りました、はい、第4位に関谷正則、そして第5位に鈴木アグリ
がつけています。もうどうにかその、1秒の予選でのペナルティー、それを挽回しなくちゃいけないわけですから、まあ、ハグリ選手としても相当ファイトを燃やして頑張ってますね。そうですね、まあ、とはいっても、まあ、関谷選手の方も抑えなくてはならないですから、はい、サマジーバトルを展開しています。チームメイトの星野を援護している関谷正則です。生きているものに数センチの変化がこんなに劇的で、わずかな傾きがこんなに影響するって知っているかな。人に合わせて変わるのが本当のデスク。グッドデザイン大賞受賞、稲葉オフィスファニチャー、トリゴン。朝、街は違う顔をしていた。日が昇る。きちんとひげを剃る。今日、彼女と会う。彼女は僕のひげを知らない。ヘッドが動くワンプッシュクリーナー付き。俺のニュースタンダードシックウルトラ。前半の激しいレースが続いている F3000 シリーズ第6戦、7周を終わったところでトップが星野和義、第2位にロスチーバー、第3位ジェフリース、4位に関谷正則、5位鈴木アグリと続いています。大勢の観衆が見守ります。熊谷さん、女性ファンが最近は特に増えてきました ね。そうですね、まあ、今回、午前中ちょっと天気悪かったんですけども、はい、午後から晴れてきてコンディションも良くなってですね、お客さんももう4万人近く入ってますね。はい、そして若い人たちが最近このカーレースに大変な興味を示すようになってきましたね。ファンの層が広がっています。こうしてピット前、ギャルたちで賑わっております。華やかなスポーツランド菅生のサーキットです。そしてこちらはパドックのタイヤサービスですね。まあ、レースで極めて重要なポイントとなるタイヤについてですね、ちょっと聞いてみましたんで、はい、私どもとしては、まあ雨の状態の時とそれからドライの時ですね。でドライの時もやはりグリップ、まあ、その時の気温とそれから路面の温度と、まあ、そういうことを全部配慮してソフトあるいはミディアムあるいはハードといったようなことで一応どんな天候にも対応できるようなタイヤを準備して、まあ、お客様のためにもね、まあ、晴れて思い切った一番速いスピードでもってレースされるといいなと思ってますけども。このタイヤの選択が大変難しいわけですね、はい、これがね、タイヤウォーマーって言うんですけれども、まあ、電気毛布みたいなものですからね、温めてるわけですね、だいたいタイヤを80度ぐらいに温めるわけです、はい、そうするとゴムの材質すべてが温度が上がりまして、それでベストコンディションの状態に保ってるわけです、はい、まあ、こうやって逆に水をかける場合もあるんですね。なるほどね、はい、さてレースの方は8周目に入っています。先頭を走るのは依然として星野和義、カーナンバー1、星野和義です。周回遅れのマシーンを早くも抜いていきます。日本一速い男と言われております星野和義、 F3000 シリーズ第6戦快調なレースを続けています。おっと、関谷選手ですね。関谷選手です。あ、こちら鈴木亜美ですね、はい、鈴木亜美と関谷が接触しました。あ、どうでしょうかね。もう完全にもう車身がですね、はい、砂に埋もれた、もうタイヤ空転してますんでね、再スタートは無理なようです。そうですね、マシンから降りてしまいました鈴木亜美。こちらが関谷選手も降りてしまいましたね、はい、そうですね、まあ、激しい4位争いを展開していたんですがね、これは第3コーナーのあたりですね、はい、接触したようです。はい、ピットクルーが今かと待ち受けていますが、ご覧いただきましたようにリタイアです。いや、無理はしてないですよ、全然。横に入れたから、入ったらかぶってきたから飛んじゃったんで、しょうがない。ちょっと残念でしたね。また次へということで、気分を切り替えてください。
残念。あれ目はあの被ったって言うんですけどね、インを刺したところで、まあ、2台重なってタイヤ同士が当たったような感じで、2台ともコースアウトしたようです。そうですか、惜しいですね。はい、とにかくヤマハコスワスの新しいエンジンを積んでこの大会に臨んだだけに、本当に残念でしょうね。まあ、あの先ほどアムイ選手言ってましたけど、まあ、今回相当自信持ってたんでね、はい、惜しいですね。そうですね、星野和義最強にトップを走りますが、この星野にどう挑むか大変注目されていた鈴木亜久里ですが、早くも8周目で接触クラッシュリタイアということになりました。さて2位争い、ロスチーバーとジェフリーズですね。これからまあ周回遅れの車がこうどんどん入ってくるわけですね、はい、前に入ってきますので、それをまあこう利用して、後続車との差を広げる方法もあるんですけども、はい、逆に自分の前に入ってきちゃいますとね、後続車との差が縮まってしまう、その辺これからまたそのレースのファクターがまた一つ増えてくるわけですね、こう周回数を増していきますと、まあ、トップを走る星野和義選手ですが、ここまでのところその走りはどうでしょうか。もう万全というか、余裕がありますね。そうですか。そしてその星野を追いますのがロスチーバーです。ちょっと差は開いておりますが、ロスチーバー、そしてジェフリースが激しい2位争いを行っています。黄色いマシーンがロスチーバー、今周回を受けます。スピンですね。スピンしてしまいましたね。はい、痛いですね。周回遅れの車、まあ、インから刺したわけなんですけども、はい、ちょっとフロントタイヤ、まあ、ブレーキがちょっと強すぎてロックしてしまった感じです。あで、まあ、コースアウトということで、まあはい、そしてここなんですけどもね、まあ下濡れた土なんで車出なかったわけですね。惜しいですね。無念のリタイアですね。 2番手でしたからね。そうですね。あ、残念そうです。もうとにかくね、あのスタートが素晴らしいスタートで、その後会場に走っていましたからね、まさかこんな風になるとは思いませんでしたね。無念といった表情でした。悔しそうですね。いやー惜しい。はい、ジェフリースが従って第2位に上がりました。これでも単独2位ですからね。そうですね。もうこれでちょっともう、10秒近い差ついていますんで、はい、もう2番手キープに徹する方向にだんだん持っていくんじゃないでしょうか。そうですか。そうなった場合、まあ、星野選手余計楽になってきますね、これで。そうですね。まあ見てる私たちとしてはなんとか追い上げてほしいところですかね。ジェフリースが第2位を走ります。先頭は星野和義です。もうご覧のようにジェフリースのところから星野のマシンは見えません。熊谷さん、黒旗が出てますね。はい、ゼッケン10番の車にピットインせよというご指示が出てますね。はい、このマシンですね、松田秀樹ですね。そうですね、松田秀樹選手です。イエローフラッグが出てる時に追い抜きをしたということで、はい、ペナルティとしてピットインせよということです。はい、これ1回停止します。でオフィシャルが、はい、今スタートしろということです。はい、これでペナルティが終わったわけです。9位というまずまずのポジションにつけていた松田秀樹ですが、それは痛いペナルティになりました。これで11番手までドロップしましたね。はい、車載カメラからの絵をご覧いただきましたが、松田秀樹11番手に落ちてしまいました。ジェフリースのマシーンです。こちらが松田秀樹、この後どこまで追い上げていきますか。現在レースの方は終盤に入っておりますが、先頭を走りますのは依然として星野和義です。快調に飛ばしています。そして第2位にジェフリース、こちらが星野和義です。もう15秒離してますね。そしてラップタイムもですね、徐々に徐々にこう上がってきてますね。そうですね、はい。まあ、星野選手の場合、そのある程度離したからといって、ペースを落とすということは絶対しないんですね。はい、そしてこちらが第2位のジェフリースです。ジェフリーとしてもじりじりとこう差が広がっていきますので苦しいところですね。これが3番手の松本選手ですね。はい、松本圭司が第3位に上がっています。もうこのトップ3だいぶ間隔開きましたね。はい、松本選手の後が長谷見選手のようです。はい、長谷見が第4位につけています。さあピットクルー差が出ています。17秒3、トップの星野選手も15秒台入ってますので、はい、ちょっと追い上げが厳しいところです。
たして追い上げることができますか。まあ今可能性のあるのは一番今のポジションを守ることを先決にして、燃料が軽くなってタイヤが持っててね、それで追い上げられるんだったら行ってほしいし、とにかく無事完走して結果を残すことが大事だから。松本啓司を含めまして先頭が星野和義、第2位ジェフリースと、上位3台のマシンが順調にそして快調にレースを進めています。プロとしてやってる以上ね、やっぱりその予選のね、コンマ何秒の100分の何秒負けたことがものすごく悔しいんですよね。だから100分の何秒っていうのはどれぐらいの差とかね、どれだけの時間っていうのはね、その分からないわけですよ。車がから降りるともう分からないぐらいのね、ものすごい短い時間なんですけど、でも車に乗ってるとそれがものすごい長いんですよね。だからその差を縮めるっていうのがね、そのどこで縮めていいのかはこう分からないぐらいね、自分で 100% 走ってるつもりが一周回ってくるとコンマ何秒負けてる、そのコンマ何秒負けてることがドライバーにとってもうそれがもう延々悩むことなんですよね。一人一人のドラマと一台一台のドラマ、レースはそれが複合してできる壮大なドラマとなる。与えられた中でベストを尽くす松本の走りもまた光っています。さてレースは20周目に入っています。先頭を走りますのはブルーグリーンのマシン星野和義、周回遅れのマシンを抜いていきます。第2位にジェフリース、第3位松本啓司、4位に長谷部正弘、そして5位にカーナンバー22中子修と続いています。熊谷さん、ここでトップと2位の差が20秒とだいぶ開いてきましたね、はい、もう安全圏ですね、この星野選手ですが39歳の大ベテラン、そしてこちらが第2位につけていますジェフリースです。日本のレース5年目ですからね、はい、もう完全にレースを知り尽くしています、第3位が松本啓司です、松本選手、まあ、今年5戦終わってるんですけどね、はい、1戦こそ得点なかったんですけども、2戦以降順調にポイントを稼いでいましてね、3位3位4位4位と続いてるわけです。そうですね、常に上位には入っているんですがなかなか優勝がない、この辺で勝ちたいところなんですがね、まあ、GC の方はですね、第2戦で優勝してるんですけども、はい、S3000 に関してはちょっと優勝はまだこのところ遠ざかってます。そうですね、それに引き換えこれまでの5戦のうち最少を挙げている星野和義、第6戦で4勝目を狙います。この本番に強い星野和義選手なんですが、その強さというのはどういうところから来てるんでしょうかね。まあ集中力でしょうね、あと練習量も十分積んでます。はい、予選ではちょっと不満そうな表情をしていた星野選手なんですが、やはりレースになりますともう光るものを出しますね。そうですね、もう星野さんのセッティング自体が、まあ、本番に向けてのセッティングですからね、はい、その点、まあ、リース選手っていうのは予選になるともう完全に強いですね。そうですね、もうポールポジションはジェフリースというなんかそういうあれがもうできてきましたね、第3位の松本啓司です。その辺も星野選手はこうリース選手 の, その予選の一発の強さを見習いたいというようなことも言ってましたけどね、はい、さあレースはいよいよ終盤へと向かいます。大地の息遣いが聞こえる、元気な明るい声がこだまする、この子たちの明日のために残してあげたい緑の大地。日本船舶振興会はモーターボート競争の収益金をアフリカの飢餓救済のために役立てています。揺れる湖は私の胸のよう、誰かが小石をまた投げた、
19台のマシンが参加して41周で争われます。 F3000 シリーズの第6戦、残りあと3周になりました。ピットの動きが大変慌ただしくなっていますが、しかしカーナンバー1、星野和義が快調に飛ばしています。まずこのまま行きますと大丈夫という感じの星野和義ですね。とは言いますけどね、星野さんの場合、残り2周でリタイアなんていう経験もありますんでね。あれは富士スピードウェイの第2戦でした。はい、あの時はですね、確か電気の系のコネクタが外れてしまったんですよね。はい、そういうトラブルがまあ起きないとも限らないんで。はい、そしてあの時は第2につけていたジェフリースがそれによって優勝。そうですね、そしてあの鈴鹿の第1戦ではですね、逆だったんですよね。逆でしたね。もう終盤リース選手が勝てそうだというところでトラブったわけですからね。はい、そうしますと残りあと2周になりましたけれども、もう大事なところですね。まあ、逆にまあピットが一番心配するというかね、早く終わってくれないかなって願ってるような感じじゃないでしょうか。そうですね。先頭を走ります星野和義です。第2位にジェフリース、そして第3位に松本圭司、4位以下のマシンは周回遅れになっています。さあ残りあと2周になりました。星野和義です。ほとんどペースを落としてないですね。そうですか、はい、16秒全般のタイムですから、はい、これまで一番速いラップタイムが1分15秒39と快調に走っています。さあジェフリースですがどうでしょう。もうリース選手としても早く終わってほしいというところでしょうね。はい、第3位は松本圭司です。こちらももうだいぶ2番手から離れていますし、4番手との差も開いてますので、残りわずか。この辺のドライバーの心理なんてのはどういうものなんでしょうかね。もうそれぞれもう早く終わってほしいと思ってるんじゃないんでしょうか。はい、バックスタンド前、そして最終コーナーへと向かいます。F3000 シリーズ、これでファイナルラップですね。はい、はい、さあ最終ラップに入りました。残りあと1周、星野和義です。 F3000 シリーズ第6戦、シリーズ4勝目がなりますか。第1コーナーを抜けていきます。そしてヘアピンカーブ、2位以下のマシンには40秒近い差をつけています。まずトラブルが起きない限り優勝は間違いありません。星野和義を追う第2位のジェフリース。第3位松本圭司です。さあバックストレート、スピードが増します。そしてバックスタンド前、残りあとわずか。優勝目前の星野和義です。好スタートを切りました。予選は第2位でしたが、コースタートを切って、そして終始トップを走ってきました星野和義。さあ結果フラッシュが待っています。優勝です。第6戦見事な優勝を飾りました星野和義です。シリーズ6戦のうち4勝目を挙げました。シリーズポイントでももちろんトップです。片手を挙げまして観衆の声援に応えています。星野和義第2位、30秒ほど遅れましてジェフリース、ジェフリースが第2位に入りました。そして第3位は松本圭司です。松本圭司が第3位で今チェッカーフラッグを受けました。熊谷さん、終始先頭を走っておりました星野和義、シリーズ4勝目と強かったですね。強いですね、圧倒的勝利でした。はい、まあ、これであのポイントの方はですね、星野選手96ポイントになりまして、はい、2位になったジェフリース選手、はい、71ポイントで、アグリ選手、まあ、今回無得点に終わったんで逆転しましたね。はい、ウィーニングランを行っております星野和義です。片手を挙げて観衆の声援に応えます。この辺はもう王者の貫禄といった感じですね。グランドスタンド前に戻ってきました。見事優勝を飾りました星野和義です。第2位がジェフリース、第3位松本圭司。それでは星野選手に優勝の喜びの声を聞いてもらいましょう。おめでとうございます。どうも
まあ、スタートがうまく出れたからね、まあ、あんまり焦らずにね、で徐々に空いてったでしょ、だからあんまりレースで、ね、カリカリしないでね、今日はものすごくうまく理想みたいにいったね、はい、松本さん、刑事さん、いいですか、どうもお疲れ様でした、3位に入賞いたしました今日の走りはどうだったんですか。いやもう結果オーライだけですね。ちょっとリミッターが最初おかしかったんです、はい、でストレート来るために抜かれ出したからね、はい、でもまあ約束通りね、はい、同じ気持ちでチェッカーだけは受けてみようなん、はい、そうですね、そのうちあのみんな焦り出してスピンしたりとかね接触したりで、だからもうあとはもうマイペースで走りました、はい、激しいレースが終わって表彰式が行われています。のキャップはリングを手前に引いて当ててください。夏は汗やほこりでメガネがよれて本当に不愉快、不愉快、不愉快。メガネ袋を入れて約3分、ブク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 、ほーらほらほらメガネすっきり、気分もシャン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 、あシャンシャンシャン。夏こそメガネすっきりメガネ袋、ケース付きのと錠剤だけのがございますのよ。住みよい街づくりは人類永遠の願いです。日本鋼管の総合力、その技術やノウハウを今、新しい都市づくりのコンサルティングをはじめとする総合エンジニアリングに広く大きく役立てようとしています。地域社会に根ざした豊かな街づくりを目指す日本鋼管。この番組は日本タバコ、ブリヂストンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。